歌子の定位置はこのサイレントホイール21の下です。可愛いでしょお尻。うん、なになに、察知されちゃった。お、キューだって。これ見てください。これごめんなさい、小声でみんな起きちゃうからさ。これすごいでしょ、すごい。あ、歌子も仲間入りする。仲間入りですか、おトイレですか。はい、ご飯をあげる前の様子でした。ちなみにこちらちびすけちゃんです。ちびすけ、いただいたちびすけです。本当にちびちゃんなんですよ。ごめんなさい、多分声がちっちゃくて聞きにくいと思います。ではみんなの寝姿を紹介しようと思います。これはね、ちいまる子をねエディのところに移しました。見えない。あ、顔ちょっとわかりますか？ここここ。こんな感じ。無防備ですね。でこれ男の子たち。これはもともとあのダディの水槽ですね。ちゃんと綺麗に巣箱の中にはまっています。ね、マルコが耳をかいてるね。ほんでこっちはあのなんだろう、フー子の子供たちの男の子たちですね。ほんでチビスケちゃんはどこにいるの？いただいたチビスケちゃん、いた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 。なんと足が。みんなと一緒にくっついて寝てるね。もう2日、まだ2日目なのに。本当にぎゅうぎゅうが好きですよね。ちびすけさん見れなくなっちゃった。はい。で、こっちは見えないダディ。こっちは見えないエディ。で、やっぱりこれですよね。さっき撮ったと思うんですけど、歌子も仲間入りして、こっちにもね2匹いるんですけど、だからこっちは8匹ですね。すごー。口に手が、なんじゃこりゃ。足が可愛くないですかこれ。足、誰の足だろう。かわいいな。なという感じでした。ではでは。